皆さんこんにちは。今日は 80A の 3mm のステンレスのパイプを溶接していきます。今回は2層仕上げで隙間の方はなしでドン付きの状態で溶接をしていきます。貝先の方はほとんど取らず、また糸面ぐらいの状態で溶接をしていきます。前回2層仕上げの動画では最終層は電流80でいったのですが、今回は90と100で行ってみて、どれぐらいビーズの光り方が違うのか見てみたいと思います。それでは1層目を溶接していきます。まずアークを出し、プールがしっかりと揺れ始めたら棒をあまり入れすぎずに、パイプの面と同じ高さになるぐらいの量を入れてみてください。今回1層仕上げではないので、パイプの高さよりもある程度膨らませてしまうと2層目がやりづらくなります。この時に1層目の幅も揃えながら溶接をしていくと、2層目の幅がとても揃えやすくなります。詳しい裏波の出し方については前回の1層仕上げの動画を見てみてください。これも RT 検査があるので、確実にへこむのを待ってから進行していってます。へこむのを待てば確実に裏波は出ているので、そのようにして溶接をしていきましょう。あと次回オールポジションでの隙間なしでの溶接や、隙間ありでのオールポジションの溶接なども載せたいと思いますので、よければ見てください。この時にじっくりへこむのを待ちたい方などは、電流を100などでも溶接はできます。110から130ぐらいまでの間が一番やりやすいと思います。棒の径は 1.6 以下を使用した方がいいと思います。 2mm とかなどだとパイプの面を越しやすかったり、プールに棒を入れた瞬間にプールが貝先から溢れて幅が広くなってしまったりします。動画ではプールの沈みが分かりづらいのですが、この時プールが確実に沈んでいるのを確認しながら溶接をしています。この時に棒を入れる位置なんですが、プールの真ん中よりもプールの端っこに入れた方が裏波が出やすいと思います。端に入れるとプールの真ん中の方に馴染んでいって綺麗に出やすいんだと思うんですが、僕はだいたいプールの端っこの方に入れることが多いです。最終つなぎはこのように10ミリぐらい前のビードを越してからつないでください。これが1層目を終えたビード外観になります。ある程度幅が揃っているので2層目の幅が綺麗に出しやすいと思います。ただし結構やはり焼けているので、必ずカップワイヤーやワイヤーブラシなどで磨いて焼けを取ってから溶接をしていきましょう。これが1層目を終えた裏波の状態です。均等に出ているのがわかると思います。最終つなぎがここになるんですが、綺麗につながっています。これで RT 検査も問題ないと思います。はい、このようにカップワイヤーやワイヤーブラシなどで磨いてください。磨かなかったら2層目のノリがとても悪いので溶接がしづらくなります。2層目もノズルは7番で、タングステンの長さは 7mm で溶接をしていきます。1層目2層目ともにこの辺は変えていません。それでは2層目を電流100で、棒は 2.4mm を使用して溶接していきます。普段 3mm のステンレスのパイプだと電流を100まで上げることはないのですが、100でも少しは光るのかなと思って溶接をしてみてます。この時も1層目が終わってから5分ぐらい時間を空けて2層目の溶接を始めています。
転がし方は今回も8の字でローリングをしていってます。次回8の字ではなく別のローリング方法での溶接の動画も載せたいと思います。それとこれと同じ仕事で 20A のステンレスのパイプを2層仕上げで溶接する動画も撮りましたので、また上がり次第良ければ見てみてください。 25A 以下の昇降系配管はトーチを浮かした方が溶接がやりやすかったりもするので、また違うやり方が見れると思いますので、良ければ参考にしてみてください。今撮り終えた 20A のステンレスのパイプの動画では、1層目はトーチを浮かして溶接をして、2層目はタングステンをかなり短くしてローリングで溶接をした動画を撮りました。おそらくその動画は明日ぐらいには上げれると思います。1層目を沈むのを待ちすぎて1層目の面がだいぶ低くなった場合は、 2.4mm の棒を使って多少送ってあげて、面よりも高さを出すようにして仕上げてあげてください。切りながら裏波を出しているので、1層目の幅や高さなども揃えやすいので、なるべく高さと幅をきれいに同じように合わせて溶接をしてみてください。そうすれば今あるようにずっと同じペースで溶接がしやすくなります。ちなみに隙間を開けるときと開けないときの基準なんですが、僕は基本3ミリ以下は隙間を開けません。3ミリ以上になると炙り出してはなかなか裏波が出ないので、僕は隙間を開けてもらっています。少しで終端に到着します。はい、こちらが電流100で溶接をしてみたビード外観になります。やはり前回のビード外観に比べてだいぶ黒くなってしまっています。電流を上げたからといってそこまですごくスピードが変わったなどもあまりないので、どちらがいいかはよくわかりません。先ほどの動画の左側が電流100です。で、右側は電流90でやってみました。90だとやはり少し光っています。ただ前回の動画の電流80でやった時よりはだいぶ黒いです。ただ個人的には特にスピードが変わったわけではないので、これからも電流は80ぐらいでやっていきたいと思います。はい、それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。コメントなどありましたらコメント欄に記入お願いします。インスタの方ではメッセージがたくさん来ていて返信がなかなかできないことがあるので、 YouTube のコメントの方にお願いします。あと今回の動画の溶接のまとめなどを概要欄の方に書いてますので、よければ見てみてください。それでは今日もありがとうございました。